100均で買った納豆鍋。これもう土鍋にドンピシャの、いや素晴らしい、ね、これで燻製を作ります。これなんだっけ、さっきのチップを、チップじゃないね、あればらかしたの、ばらかしたで、ちょっと入れまして、熱いからよいしょね、煙が上がってるんです。まあこういう感じですね。こういう状態、色変わったね。はい。いいよ。いや、どうなん、あんなもんなんか。もう止める？ちょっと放置。はい。よいしょ。わあ。あ、そう。色変わったね。うまい。どう？辛い。は？何？やりすぎた。うん、開けて、お、いい子ねえし、スモークした後に少し置かないけ、あの染み込んでない、うん、あのスモークして、うん、なんかその表面を乾かさないけんね。はい、オープン。さあ実食うん、これ普通にうまいよ。これあのあれやね、火がちゃんと通っとうね。なんか知らんけどね、うん、あれだけで普通にうまいね。できた、消えたね。いやもうね、燻製のかなりきつくなってる。スモークして、うん、なんかその表面を乾かさないけんね。